じゃじゃんじゃじゃんとか言ってね、えー、今日4月の19日なんですけど、まあ、早い本屋さんにはねあの今日から入ってるということで僕もあの注文してたところからね入りましたっていう連絡があったので何冊か買ってきました、えーまあえー、全国一応発売日これ本屋さんね何日に入るか結構違うみたいで一応21日ということになってますんでぜひあたって見かけたら。 手に取ってやってみててやみでね、えー、実はね父がねあのー、僕の父が、えー、近所のいろんな本屋さんに予約して回っててくれてねなんかいろんな人にね息子が本書いたから配りたいって言ってでもねよく読んだこともない本をねいっぱい買って配るよねって言ったらそりゃそうだってなって配る前に読みたいから一冊くれないかって言ってまああのー。 見本紙というのかな、なんかあの、印刷出来上がったやつをねあの、まあ、書いた人間にあの、まあ、何冊かこう送ってくれるというシステムがありましてだから僕もまあでそういうのって憲本って言ってねなんかこのお世話になってる人とかね読んでもらいたい方にこう差し上げたりするんですけどまあ何か、まあ、そのうちの、ね、一部を父親に渡してでなんかね パラパラと読んだ時になんか「ね俺でも分かりそう」とか言ってうちの父親77歳なんですけど「俺でも分かりそう」とかって言っててねなんかよかったなと思ってたんですけどまあ何日経ってもねあのどうだったって。 ってくんないからねなんか電話で催促、まあ、するのもなんだなと思ったけどどうだったって聞いたら「いやまだ読んでる途中だ」とかって言われながら「そっか」と思っててでねなんか読み終わったら感想ちょうだいよとかって言ってたんだけどなんかね全然あの感想もらえなくてねでどうしたのかなと思ったら僕の妻に電話でなんか <laughs> 伝えてたみたいでね妻から報告受けてなんか「お父さん感想言ってたよ」って言って「えって言ってた?」って言ったら。 とにかく288ページからはい、皆さん覚えましたとにかかくページから最後まで302ページまあ十数ページなんだけど読んだ方がいいと「そこだだけでもいいいいから読んだ方がいい俺は泣きそうになった」ってあのうちの父が「泣きそうで泣いてないらしいんですけども泣きそうになった」ってあの言ってたよって言われてですごい感動したのねっていうのは、まあ、この本の中にいろんな人に向けていろんなメッセージ 書いてるなんか少しでもね誰かの刺激になったらいいなと思ってだからまあちょっと意見取り留めもなく見えるかもしれないいろんなことがいっぱい書いてあるからで、まあ、読んでくれた方はみんな「密度が高い」とか「暑苦しい本だ」とかねいろんなこと書いてあるてこう言ってくれてるけどまああのー、うちの親父は二は288ページから302ページまでとにかく、あのー、そこだけでもいいから読んだ方がいいって言ってくれてすごい嬉しかった。なんでかっって言たたら僕は一番伝えたい こと僕自身がね僕自身がやっぱり一番問いかけたかったことっていうのが書いてあるからなんですね。であのー、ねビデオいろんなビデオ見てくださってる方はご存知だけどまあ僕の友人でというかね、まあ、だいぶ年上の、ね、先輩ではあるけど石川さんっていう女性がいて、まあ、脊椎損傷ってね首から下動かない状態でまあ十何年、ね、病院のベッドの上にいてっていう人でまあその人との出会いから学んだことっていうのがいっぱいあるんだけどそのね もう首から下動かないっていう人がねコーチの問いかけで夢を描いてでなんかねその、まあ、奇跡的なことが起こったりとかって、まあ、したんですけどねで、まあ、もう亡くなっちゃったんですけどねその人の話ででやっぱり人間どんな状態にいてもやっぱりねなんかいろんなことができるんだっていう前提でこう考えた時に本当に奇跡みたいなことが起こったりすることもあるんでそれに比べたら我々はもっともっとねあの いいいいんなな可能性があるんじゃないかっててうう思いに対してこう熱いこ熱とをね最後はって言ってるんですけどでなんかそこを見てね自分の父親がやっぱりそこが本当に良かったとだからなんでうちの奥さんにアピールしてるのか分かんないけどここだけでも読んだ方がいいってね言ってくれたのはすごい嬉しいなと思ってうーんなんかそうですねもうこのことだけでいや良かったとまあもちろん皆さんに読んでいただくとかね何か使っていただくで何かね 幸せになったりとか人生前に進めていくのに役立ったらいいなという気持ちで書いた本ですけどなんか僕の中では、まあ、これからいろんな人が使ってくれてね僕の想定を超えた素晴らしいことを起こしてくれると思うんですけど、えー、もうなんか父がそういうふうに言ってくれてでなんかでその父のことして今、えー、一生懸命生きてるということでなんかもういい。 いやっつったら変だけどねなんかすごく、えー、書いてよかったなと。 気持ちになりましたので、えー、あとは皆さんに使っていただいて私はさらに使っていただけるものに目指して、えー、2冊目を書こうという気持ちになりましたというご報告と、えー、あとはうちの父のアドバイスは288ページからだけでいいから読んだ方がいいということなので、あのー、見かけましたらね店頭で見かけましたら288ページから読んでいただいてでもしよかったらあのお買い上げいただければということでございます。それではまた